Azobas. Pray. どうしよっかな、今回は。なんだこれは、悩ましいな、おい。悩ましいな。どういこうかな。悩ましいね。最初の方向性結構重要だからね。ね。間違いないね。うん、何撮ったっけ。わかるわ。わかるわ。何撮ったっけってなるよな。なる。あ、そっか、4枚以上の時だけか。そうそう、忘れちゃうんだよ、いつは。わかる、忘れちゃうの、わかる。予約も博打だからな。わかる。ああ。ああ。ああ、どうしよっかな。どっちなんだろうな。これでいいのかな。こうやって、ね、悩ましい。俺を惑わそうとしてくるんだよな。悩ましい。僕迷ってますよって振りを出して。
違うかな。考えちゃうね。マウス動かしてるのさ、ユータにもバレるわけじゃん。そうだね。頭の中投資されるの超嫌なんだけど。まあ丸見えっすね。俺はあのマウス動かすのが無理なので、俺は動かないけど。決まってから。ああこれ2か。全部バレちゃうんだな。バレちゃうね。動くめっちゃ嫌だなこれ。マウス動きにくくてよかったわ。その点。やっぱね、こうだんまりしてる感じよくないなと思ってさ。まあね。で全部喋っちゃうとな、バレるしな。むず。むずいわ。寝ない。痛い。うん。うん。その黄金のトークン大事だよな。大事。
ち。粒組が宝石に見えるな。やばいやばい。宝石食べちゃうわ。おはようございます。惜しい。まだ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 。あと1枚取れる。取れないよ。同じ色2色選んでるもん。
白い、全然先が見えない。うん、瞑想してきたわ。むずいね。勝手に登るな。さんも10点なんだよな。そうなの。あ、まずだな。よっしゃ、まずだな。
買い方は強いんだよな。もうもう最初で勝てる気がなしなかったな。最初の買い方でめっちゃ良かったね今の。ああ買い方が強かったね。でも29ターンっていうのはさっきと変わんないんだね。そうね、ターン数はやっぱこんなもんなんかな。いやでもなんかさっきよりは今回はなんかやりたいこと、うん、なんかそう、まあ、対戦相手を前に言うのもなんだけど、もうなんかこの点でかい点数のこのカードを買うためにその点数低いカードを買うし、その点数低いカードを予約することで得たトークンでそっち買ってっていうのをちゃんとなんかリンクさせながら動かせた。そうだって統計になってたもんちゃんと。だもうあの初手であの2枚買われた時点で、あ俺はもう勝てねえなと思ったの。早いよ諦めが早い。ダメだ、絶対追いつかないと思った。あの勝ち筋が見えなくなっちゃったから、だから違う方法で行ったんだけど、いかんせん遅かったな。何も貴族狙わないで勝ちたいなと思って、うん、だから貴族のこと考えてその自分の取れる選択肢に狭まっていくの嫌だなと思って。ああで今度は白取らなきゃとかさ。まあ貴族はおまけだからね。そうそう、まあ、あのブーストがかかると困るんだけど、そのブーストかかる前にちゃんと潰しきるっていうのができたら勝てるわけだからっていうのができた。これ結構会心の試合だったと思う。これいやちゃんとやってたよ。あ、そうね。黒いね。うん。いや、それは強いんだよ。その、それは。で、この要は、この辺の黒を取ったときに、この辺の黒を取るための。そうそうそう。リンクするんだよね。そう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 。機能する。それがね、統計なんですよ。だね。パターンみたいな感じなんでね。よかった。うん、だ初手であの2枚取ったのはね強いよ。早いもん絶対。そっち繋がるなっていうのも分かったし。どの2枚か俺にはちょっともう記憶にないんですけどね。あのゆうたまだ下積み時代とかでもね。いやこれね、1はあんまり取っちゃダメだと思うんだよね。でコストが高いんだわ1の。あーなるほどな、こう点数に対してのこれがね。そう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 、うん、なるほど。まあこれ5点で10枚、うん、まあ、2点で7枚、まあそれはね、うん、ハイコストなんだけど。確かにね、1点で4点4枚って辛いね。そう考えると、うん、特にこの緑のさ322なんてさもうありえないんだよこのコストは。まああれだよね、最後の方もうなんつうのどうしてもっていう感じで取る、ね、もうただで手に入るしみたいな。そう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 、これは基本的に取っちゃいけないんですけど、これを取んないと次に繋がんなかったって。これがずっと邪魔してたよね。これだっけ。ああそれとやっぱ4はね結構きつかったんで、高見もね結構4をがめてたんだよね。4が取れるシーンがよかった。4点単色で4点って結構集めにくいよね、しかも序盤だと。まあね、だそれを高見は3枚3枚、いやあの2回あの初手の2枚っつったじゃん。それ3点3点取ってんだよ高見は。ああそう、だから結局俺みたいに4点で取っちゃうとずっと残り続けちゃうから、まあ予約枠が1個埋まってしまうのと、白を取りたいって思ってるのに取れないね、次につながるのさ。あーズレマーやね。そう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 。でこれ白の点のためのカードだもんな、もともと
そうそう、だから、いや、取れないと話にならない。最初これだったでしょ、意識は。まあ、とりあえずはって感じだけど、結局場が弱すぎて。うん。だから、ね、あ、でも、うん、結構これ、これは、これだったな。白青の青。そうだね。そう、5点。そっからがね、いまいちわかんなかったな。やっぱこれ序盤むずいな、わかんねえな。序盤分かってんだよ。いや、あの、結果分かってる動きだったってだけなんだよね。ああ。それを超狙ったわけじゃん。これだと、なんか良くなりそうだな、みたいな。ああ、いや、だそれがそうなんだよ。いや、もうちょいなると。いや、たか、これ、正解だよ、正解。これ、あの、正確、なんていうの、一個の勝ち筋のパターンだね、これ。あの、パターンで言う。発展集めて都市作るみたいな。あ、なんか、いや、その悔しさで言うとね、この結果的に黒、赤、白を集め、俺この白はさ最後点数のために取ったんだけど、うんうん、さっきユータに負けた時の手札に似てるの感じがね、悔しい。真似したようで。そう、真似してるね。真似したようで悔しい。俺は真似をしていないんだが。真似してるんですよ。真似したようで悔しい。だってそれはさ、もっとさ考えて撮ってればさ、真ん中のおじさんが撮れるわけですよ。え、これ？ああ。ああ、だけどそれは別にいらないかなと思ったから。だってそっちの方が早かったよ。だって赤がさ結局こっちコスト高いけどさすぐ撮れる位置にあるわけじゃん。これが。白はなかったんだよね。俺白まだ1点。あ、白なかったっけ？あ、じゃあ、うん、俺多分まだ白1点とかだったはず。これで1点とか多分、しかも最後の白取ってたイメージあったけどな。なんでそっち取り行かねえのかなと思った。あとなんかね、1枚か2枚ぐらいでねそっち行けてたんだよね、高見。な、多分早かったよ、もっと。え、嘘だ。いや、ほんとほんと、あ、俺だったらこうすんのになと思ってた。違う、あの、その時多分俺違うこと考えてる。これこうしようと思ってるのがあって、いや、俺結構会心の出来だったと思ったもん今日。いや、やりたいことやってたよね。初手だよ、初手。いや、これちょっともう一回動画ちゃんと見直そう。復習しよう。あ、やっぱワンワンだときついね。やりたいことが限られてきちゃうからな。